選手っていうのはどういうアクシデントがあるか分かりませんよね。怪我があったりとかいろんなことがあるので、2020年のオリンピックのところまではやっぱり早川美奈川と、競合してどの子を選んでもいいぐらいのが5、6人は個人としてはいてほしいというふうに思っています。